はい、今日は朝から雨です。深夜結構土砂降りだったみたいだね。うん、さっきもすごい音してた。はい、ジャン君はお寝坊しました。これ家族全員寝坊です。クロケンおじさんも7時20分頃かな、7時過ぎててね、びっくりした。あ、そうなんだ、うん、あの時もうこんなに経ってなかったの。はい、パンちゃん、パンちゃんも緊急事態宣言が出た後、また2度目の週末になるのかな。で、外出をしないようにって言ってましたが、こんな雨じゃね、まあちょうど良かったといえばちょうど良かったんでしょうか。雨が降っています。今日も、全国的にみんな外に出ないんじゃないでしょうか。あ、でも雨がどん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 移動してんのかな。夕方ぐらいには、この地域は晴れるっていうふうに言ってます。なので、そうだね、西日本はもう晴れちゃったかもしれないね。はい、ということで新型コロナ緊急事態宣言発令中の我が家の家族でした。雨がすごいね。ジャン君、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ジャン君、なんかのんびりしてますね。うん、雨も上がったみたいだね。うん、もう全然夜っていうか夕方ね。でもね、道は濡れてたよ、うん、ついさっき、うんうん、これ降ったりはしてたのかな。そう、ポンちゃんそれたな、なんか箱の上にね乗るので取れ片付けてません。どいてくれてる、片してもいいんだかな。あ、ちゃんくんがブラシかじってます。はい、これもう先が尖ってないんだよね。うん、でもね意外とまだ取れるんだよね。うん、まあそれだったら多分同じの売ってるかもしれない。うん、ちょっとあの使いにくい、手が使いにくい。私は使いやすいんだ。大きさがね。これね、ここを持ってね、こう少しなんかなんていうの、こう縦にやる。これをこういう風にすると、うん、意外とねあのいい感じ。そうするとね、ここにこう なんていうの、うん、こうちょっと横向きなんだ、なんだろう、この弾力をこう、うん、使ってね、こっちの人が私のって言ってる、使ってやるといいんだよね。私これね、小回りが効いてお顔にちょうどいいんだよね。ちゃんくん、あまり効くんだよって。ほっぺとか顎にね、ちょうどいいな。ねえ。うん、ぐる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 。はい。
ぐるぐる行っております。